扇久保選手に質問です。去年トーナメントで優勝されて、で今こう中継でつながっている堀口選手と戦いたいというお話を、されていらっしゃいましたけども、今回の大会でその堀口選手が参戦するんですが、自分ではなく、まあ、金太郎選手と試合をするということになりましたけど、このカードについての感想をお伺いできますでしょうか。もともと7月30の時に自分はキム・スーチョル選手とやる予定で、自分の怪我でちょっと流しちゃったんで、別に堀口選手と金太郎選手が決まって僕は何とも思わなかったです。まずキム・スーチョル選手にしっかり、勝ちたいと思ってます。試合に勝ってまた堀口選手とタイミングが合えば試合をしたいと。そうですね、タイミングが合えば。ありがとうございます。はい、よろしいですかね。はい、ありがとうございます。